本日進行を務めさせていただきます、黒沢と申します。よろしくお願いいたします。本日ですね、日本行政書士連合会、行政書士会連合会ですね。ごめんなさい。日本行政書士会連合会、会長の常住豊先生により1時間ほどご講演いただきますけれども、常住先生にですね、今日お話しいただく内容としましては、今回行政書士試験合格発表後ということで、これから登録される皆様もですね、非常にこうたくさん、今回いらっしゃるというふうに伺っておりますので、行政書士業務のですね、特徴、あるいはもう行政書士としてですね、今後勝ち残っていくためにはどのような、マインドが必要なのか、こういったところもですね、お話しいただきたいというふうに思います。また行政書士会のですね、連合会の会長でいらっしゃいますから、今現在ですね、どのような取り組みを行っていて、で、そしてどのようなビジョンをですね、今、描いていらっしゃるのか、この辺もですね、ちょっと短い時間の中ではあるんですけれども、ぜひ、お伺いできればというふうに思っております。今現在、活動されている皆様、行政書士として活動されている皆様も、これからですね、活動される皆様においても、ご参考にいただける内容かと思いますので、ぜひですね、参考にいただきたいというふうに思っております。で、1時から2時のご講演の後にですね、簡単ではあるんですが、質疑応答の時間を取らせていただきたいと思います。チャットにですね、皆様書き込むことができますので、ご質問であったりとか、あとは単純なご意見、ご感想も構いませんので、ぜひですね、チャットの方に書き込んでいただきたいと思います。書き込んでいただく際に、これパネリストと参加者全員にですね、見れるようにしていただけると非常にこう助かりますので、宛先のところをパネリストおよび参加者というふうなところをですね、選んで書き込んでいただきたいと思います。では、早速ではございますけれども、常住豊先生にご講演いただきたいと思います。先生、お願いします。皆様、こんにちは。ただいまご紹介をいただきました、日本行政書士会連合会で会長を務めております、常住豊と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日お配りした、まず資料の方のご確認をさせてもらいますと、2枚ですね、レジメを配らせていただきました。で、資料として、令和2年度事業計画というのがありますが、これは連合会のですね、令和2年度における事業計画のもの、これがですね、2枚、ついております。で、その後トップメッセージと右肩にあるのは、日本行政、連合会が出している月刊誌ですが、日本行政の中で5つですね、関東圏、私の方で書かせていただいているものから抜粋しました。右下にですね、その発行年の月が書いてありますが、2020年7月号、8月号、9月号、これは令和2年度の事業計画に関することです。そして11月号、12月号、これはですね、今、かか、あの重点項目として対応しているですね、連合会の動き、これなどを書いてあります。具体的にはコロナ対策支援とデジタル化の推進というのが中心になってまいります。この点についても後ほど触れさせていただければと思います。そして最後に私のプロフィールということです。それでちょっと簡単にプロフィール、見てもらえばいいんですが、私、学歴、職歴等々書いてあるんですけども、実は私の場合ですね、学歴は、大学を卒業した後、実は信用保証協会に勤めまして、その後、行政書士試験合格して行政書士を登録。これが平成6年の10月7日、33歳の時なんですね。で、その後ですね、行政書士を、事務所を開業し、えーと、開業し、えー、しながらですね、東洋大学の大学院、これは会社法ですね、の研究、コーポレートガバナンスの研究をしたんですが、に行きまして、その後やはり、その後ですね、税理試験も受けまして、その間ですね、受けまして、
税理士を開業。これは平成15年5月なんですね。ですから約10年間、行政書士1本で、業務を確立してきました。ですから、うちの事務所はですね、行政書士事務所をベースにして、その上に全部載せたみたい形なので、行政書士業務が中心で展開してきたということです。で、その行政書士1本で、約10年、登録開業してましたが、その間に、補助者3名までですね、増やしまして、行政書士事務所として、機能をしておりました。で、その税理士登録もした後ですね、大学院の時の恩師などからもアドバイスを受けて、ロースクールができるから勉強したらどうだと言われて、日大のロースクールに行ったと。で、そこで、法律のですね、実務などもですね、習得させていただいたということでございます。ですから、私は行政書士になってから、研究職の大学院であったり、ロースクールであったりも、事務所経営をしながらですね、行っていたと。で、それは、私の場合、やはりお客様にワンストップで、専門的サービスを提供できるようにしたいなという思いからですね、様々な資格にもチャレンジして、業務の範囲も広げてきたと。ですから、よくですね、行政書士じゃ食えないから、いろんな資格目指したんですかっていう方いるんですけど、私の場合は先ほども申し上げましたように、行政書士1本で資格1つでやってた時、10年間でも補助者3名までしましたから、もうある程度ですね、売り上げは確保してお客様もいて、行政書士事務所としてどうやっていくかっていう一つ自分のやり方っていうのは確立してたわけですね。ですから、ただ思うのは、行政書士の資格でしっかり業務確立するっていうのは、相当やっぱり成功する人としない人の差が激しいなっていうのは私の印象であります。ですから、やり方一つでですね、間違いなく成功できるので、その辺はですね、私の体験なども踏まえながらですね、今日はお話ししたいと思っております。それでおかげさまでですね、もう本当に私33の時の開業でしたから、金もない、人脈もない、そういう中で始めまして、それこそ鉛筆1本で始めたっていうのが実情でしたが、おかげさまで今はですね、職員も10名になりまして、昨年の10月でに 開業して26年間、経ちました。一昨年には法人化もしましてですね、26年間連続増収という形でやらせてもらうことができました。で、よくですね、会長どうやってうまいことやったんだとかいう方もいるんですけど、別にうまいことはやってないんですが、強いて言えばですね、この後の講演の中でも少しお話しますが、やはり無償のですね、奉仕の精神ですね、無償の奉仕の精神で、お世話係を買って出るって、こういうことをやってると、自然にですね、お客様っていうのは、紹介で増えるんじゃないかなって、こんなふうに思ってます。うちの事務所の場合は、もうほとんどですね、99%紹介なんですね。で、もう月にですね、少なくても3件から5件、多いと10件ぐらいご紹介いただけるような体制がですね、できております。ですから、これは一人一人の巡り合った方をですね、大切にして、相手のことを思ってですね、お付き合いさせてもらう。仏教でいう利他の精神、キリスト教でいう博愛の精神、こういうですね、人様のためにと思って活動していくということが、やはり周りの方がですね、先生だったら話しやすいとか、相談乗ってくれるんじゃないか、こんなことを思ってくれるのかなっていうのを、私の経験としては感じているところです。それではですね、講義の方に入らせていただきたいと思います。まずですね、レジュメに従ってですね、お話ししていきたいと思います。行政書士のやっぱり使命といいますか、私が活動している理念、会の理念でもありますが、そうだ、行政書士に相談しようという機運を高めようということを、会としての理念に掲げています。
これどういうことかと言いますと、私たちの主たるクライアントである一般市民や中小企業の方々の中には、問題や悩みを抱えていても、まだまだどこに誰に相談していいかわからない、こういう方がたくさんいらっしゃると思います。私たちはリーガルサービスの町医者となり、総合医となってその負託に応えていく。そして課題を解決するときには専門医として対応していく。こういうことが必要だろうというふうに思いまして、このような理念を掲げさせていただいております。いわゆる町医者ってのはかかりつけ医ですよね。私たちは店の奥のことまで相談に乗る。地域に最も密着した国家資格者ですから、あそこにあの行政書士の先生がいるから、この町は安心だ。何かあったら先生に相談すれば、必ずや解決の道筋を示してもらえる。そうだ、行政書士に相談しよう。こういうことがですね、国民の人が標準的に困ったときは行政書士パッと思い浮かべるような状況、こういうものを作りたいっていうのが私の目標です。これはですね、なかなか簡単にできることだとは思いません。ですが、目標を掲げなければですね、達成することはできないと思うんですね。ですから、今、お一人しっかりですね、私たち会員一同が活動をして、そういう世の中を作っていく。安心で安全な、この国を作っていく。こういうことをしたい、こう思っています。そのためにはですね、まずもって会員を一人お一人が業務の確立した行政書士、勝ち残る行政書士にならなければならないということです。そしてもう一つは会としての活動をしていくということですが、皆無の活動については後ほどですね、ご説明させていただくとして、まず会員としてどういう活動をしていけばこの目標値に達成するか、また成功するかということをお話したいと思います。レジュメにありますように、行政書士業務ですね、これは大変、多くの、すみません 少々花粉症でですね、ちょっと花粉がだいぶ今日は飛んできたかなと思って、失礼しました。行政書士業務、大変多くの書類作成ができるわけですが、行政書士業務を私なりに簡単にですね、理解すると大きく2つに分かれると思うんです。1つは伝統的業務であります、市民と行政との架け橋になり、許認可申請に代表される行政手続きを遂行するということです。これは、特定行政書士ができたことにより、行政手続きにおいては、事前的措置から事後的救済まで一貫してその任が担えるようになったということです。行政書士試験に合格された方、ぜひ登録していただいて、特定行政書士はですね、法廷の研修を受けて高査に合格しないと、特定行政書士、行政服の申し立て代理権の行使できません。早めにですね、ぜひお取りになってもらいたい。考査の合格状況を見るとですね、試験に合格して間もない方の合格率は高いんですね。やはり行政法の知識などがですね、こうしっかり、記憶に定着してますから、その記憶が失せないうちにですね、早めに、特定行政書士になっていただきたいと思います。そしてもう一つはですね、昨今の複雑化多様化する世の中の中で、ニーズが高まっております。市民と市民の間に立って合意を形成して、契約書や協議書を作成すると、こういうことです。私たちの業界では市民ホームであるとか、まあ、民事ホームと呼ぶ方もいますが、このような市民ホームの分野、行政書士法でいうところの権利義務事実証明の書類作成と、こういうことです。代表的なものは遺産分割協議書の作成であったり、まあ、遺言の作成指導など、このような分野が言えると思います。で、このようなですね、私たちは大変広い範囲の業務ができるわけです。で、これらの2つに共通して言えることは、共にですね、違う立ち位置の間の方に立って合意を形成する、こういうことなんですね。ですから私たちはしっかり人のですね、依頼者の意見、また相手の意見を聞き取ってですね、どういうふうに手続きすれば目標値に達成するか、こういうことを絶えずですね、日常的に行っている、こういう国家資格者です。そしてもう一つ、この業務に共通して言えることは、共に予防的措置、予防ホームであるということです。
先を見据えてですね、その方の人生や事業を成功に導く、そのための手続きをさせていただく、こういうことが私たち行政書士の業務の特性であろうと思います。いわゆる過去清算型の業務をするというよりは、未来志向的なですね、未来を開発していくようなですね、業務をしていくと、こういう仕事だろうと私は認識しております。で、それぞれですね、じゃあ、これから登録する方、また、開業間もない方はですね、自分はどの分野で活動していけばいいのかって、こう思ってらっしゃると思うんです。で、私はですね、答えは、それぞれ違うと思うんですね。で、まあ、言えることはですね、行政書士の業務っていうのは、ご自身がやってこられた仕事にしろ、人生経験にしろ、どんなことでも活かせるのがこの仕事なんですね。ですから、ご自分の今までやってきたですね、活動体験、こういうものを棚卸ししてですね、何が自分は、興味があるのか、どういう経験があるのか、それをもとにですね、お客様、クライアントに提供していけば、大変納得をされるですね、仕事が達成できるんではないか、こう思います。で、地域によってですね、まあ、都市圏などはやはり業務が多かったりしますから、特化してやってる先生もいますし、また地方は地方での特色がありますから、土地の利用とかですね、そういうものを生かしておやりになってる方もいます。これもそれぞれなんですね。で、まあ、ある分野に特化していくもよし、品揃えを広げるもよし、これはですね、まあ、今日の私の講演なども参考にしていただいて、またお客様、巡り合ったお客様との関係性を広げることによって、ドメイン、領域をですね、決めていっていただければいいかなと思ってます。ちなみに、うちの事務所はですね、先ほど自己紹介でも申し上げたように、品揃え結構うちは広いんですね。もともと、開業したとき、なんでその税理士を買いも取ろうかと思ったかっていうと、一つはですね、相続、うちの父親が亡くなって、まあ、異母兄弟がいっぱいいたもんですから、結構大変な相続手続きだったんですね。で、弁護士さんのところに遺言書も父親預けてあったんで、まあ、私はこの行政書士登録する前のことなんですが、法律的なことは、まあ、弁護士さんに相談に行くんですが、税金のことも合わせて相談すると、いや、それは税理士の仕事だから、税理士のことを聞きに行きなさいってこう言われるんですね。で、それで税理士さんをこう訪ねていくと、まあ、やっぱり財産どう分けるかとか、お金はどういうふうに分配したらいいかとか、そういう、話題になりますから、そうすると、それは税理士の先生は、今度弁護士のところ行きなさいって、こういうわけですね。で、私も、その侍業の先生と関わる、ましてや相続の経験なんて初めてだから、よくわからない。そういう中で、そうに言われてもですね、素人は全く何をどうやればいいのかわかんない。で、まあ、このなんか侍業っていうのはなんだか役所みたいとこだなっていうふうに思ったのが私の原風景なんです。だから、まあ、私なりにですね、いろいろ考えて結論は相続の手続きも出しましたが、もっと法律のこと知ってれば、もっと税金のこと知ってれば、もっと多面的にいろんなこと知ってれば、もっとより良い相続ができたかなっていう思いは正直あるんですね。そしてもう一つ、行政書士になって、まあ、税理士の先輩がですね、自分の関与先のお客さんの許可の仕事を紹介してくれたのが、うちの事務所のベースになってるんですけども、その税理士の先輩とお客さんとか一緒に行くと、もちろん許可取って、仕事を広げなきゃ、広げたいとこ社長さん言うから、許可のことも大変興味をお持ちなんですけど、やはり、税金のことすごく気にするんですね。まあ、うちの父親も、中小企業の、経営者で、まあ、埼玉の川口って、まあ、昔は鋳物の町で、職人がいっぱいいた、そういう町ですが、そこで冠婚葬祭の仕出しやってたもんですから、まあ、中小企業の大変さ、痛みは悲しみ、また大変、苦しみ、そういうものも、まあ、肌身に染みて、目で見ながら育ってまいりましたけども、
やはり父親もそうだったのかもしれません。で、実際に行政書士になって中小企業の社長と会うと、皆さん税金のことをやっぱり気にされる。そうすると、あ、これ税金のことも知ってた方がいいなと思いまして、まあ、何しろ法律的にも税金的にも様々な金融の面からも、様々な面から会社、その人の個人、全部その人に帰属するわけですよね。その会社に帰属する。だから、様々な面からより良い提案をできたら、できるべきだって、こういう実感音が非常に湧いた。これが私の原風景なんです。ですから、本当なら、まだですね、26、7年前だと、ワンストップで対応できる事務所を作りたい。こういうことを言う人少なかったんですが、私はその時にもそういう目標を立てたんですね。で、うちの事務所に来ればいろんなことがワンストップで対応できる。こういうことをさせてもらいたい。だけど、まだ33ぐらいですから、金もない。人脈もない、こういうことでしたんで、ただ若さはありましたから、まあそれだったら自分で勉強して自分でいろんな資格を取って対応できるようにしたらいいんじゃないか。まあこんなふうに考えて、その後ですね、まあ仕事をしながら、勉強も重ねた。まあこういうことなんです。で、そういう多面的な知識っていうのはですね、必ず仕事に活かせんですね。って申しますのは、先ほども紹介した2つの業務。これらの基礎、基本っていうのは、やはり相談業務なんです。で、まず相談をしてヒアリングをさせてもらう。どうしてもですね、開業したての頃っていうのは、正しく手続きを進めなきゃいけないっていうのが、思うわけです。例えば、うちの主人が亡くなったの、先生、相続お願いしますとか来た奥様がいてですね、そうですか、相続っていうのは、相続人確定して相続財産を確定して遺産分割協議書っていうのを作るんですよって。どうしても手続きを説明したから。で、手続きを説明して理解してもらうのも重要なんですが、その前にですね、やはりその方の気持ちに寄り添う。あ、ご主人亡くなったんですが、それは寂しくなりましたね。どういうことを生前おっしゃっていたんですか？どんなご主人だったんですか？そういうですね、その愛する人が亡くなった奥様の気持ちのぽっかり空いた穴に寄り添うと。こういうことをすることが本当は一番大切なんですね。で、そういうことをすると、あ、この先生だったら、私のことに力を貸してくれる。この先生なら信頼できる。そういう信頼関係ができるわけです。ですから、まずですね、依頼者の気持ちに寄り添って、依頼者の思いをですね、実現する。例えば許可でもそうです。建設業の許可取って、自分は会社作って、こういうふうにやっていきたいって言ったら、社長、どういう技術があるんですか？どんなふうな、建設の分野で活躍したいと思ってるんですか？そういう夢や希望を語ってもらって、じゃあそのためにはこうしたらいいです、ああしたらいいです、そういうアドバイスをして差し上げる。行政書士の先生はですね、どうしても、手続きをすればいいと思ってる方がいて、確かに手続きをすることで報酬をいただくのはそこなんですけど、ただ、その報酬だってたくさん払ってもいいと思えるような報酬のもらい方なのか、そしてまたこの先生にお願いしたいと思えるかっていうのは、やはり相談、このヒアリング能力、こういうことがしっかり長けている。その方の気持ちに寄り添って、その方の願いをですね、しっかり手当てする。こういうことをするということが、まあ、重要だと思います。ですから、この相談業務をしっかりですね、ヒアリング能力を身につける、こと、喋るの苦手で大丈夫なんです。相談業務って私、口下手だからって言うんですけど、喋りすぎちゃダメなんですよ。相手の気持ちを聞くっていうことをさせてもらって、それに手当てしていけば大丈夫です。ぜひ自信持って、また自分の経験を語ってください、体験を。そして、難しい言葉は難しく喋らないようにしてください。難しいことほど簡単な、に申し上げる。こういうことがですね、重要かなと私は思っています。次に、その行政書士業務の特徴ってことですが、先ほど来申し上げたように、業務の幅が広いんですね。ですから、この業務の幅をいかに活かすかっていうこと、これが重要です。
そして、どうしてもですね、私たちの業務っていうのは個別受注的なところが多くてですね、例えば許可を取ったらはい終わり、相続やったらはい終わりみたいのがあるんですが、これを安定収入につなげていく、こういうことをしませんと事務所経営としては不安定になるわけです。で、私はやり方2つだと思うんです。一つはですね、これは税理士さんの収入の、イメージに近いんですけど、税理士さんって顧問料がベースで多くの事務所は成り立っていると思うんですね。いわゆる行政書士は顧問料を取りづらいのか、決してそんなことないんです。私も行政書士一本でやってたとき、そういう顧問料で、基本にですね、やらせてもらいました。で、何に対してもらえるかっていうとですね、皆さん直感的にホームですかねって言うんですけど、私たちのクライアントの中心って中小会社ですから、大企業を相手にしないって言ってるんじゃないですよ。うちも大企業ともお付き合いしてますけど、中小会社の場合ですね、法律の顧問っていうのを依頼するってことはそんなにないと思うんです。で、もしも、あるとしてもですね、これ弁護士さんの方にお願いするってことが多いんじゃないかなっていう思います。現実を申し上げてるんですけども、私たちができないっつってではありませんが、で、私はやったらいいかなと思うのは、総務の仕事なんですよ。総務とか庶務ですね。で、こういうことは、中小零細会社だとですね、従業員一人雇うと、やっぱりそれなりにかかりますよね。それであれば、行政書士の先生で、書類作成してもらったり、会社の中の、そういう総務的な書類の作成、整理、こういうことをしてもらえばありがたい。私もですね、月に一遍、行ってたところもありますし、それが、社長が気に入らないと週に一遍、来てくださいみたいになってですね、顧問料として、いただくと。で、そうすると、そのうちですね、そこの会社にもともといた行政書士さんとかいてもですね、ああ、じゃあ、常さんの方がなんかいろいろ相談によく乗ってくれるから、今度許可もお願いしますよとか、自然にですね、私たちご依頼をいただいて増えていくと、こういうことになるかと思います。それからもう一つはですね、繰り返し、個別受注なんですけど、その繰り返し業務が受注できるような状況を作っていく、こういうことだと思うんです。で、私の事務所を分析するとですね、だから、なんて言ったらいいでしょう、毎月12件、1年で12件の1ヶ月一遍の紹介が欲しいと、こう思ったらですね、紹介者から紹介してもらうという方法で考えた場合、自分の分かりやすく言うと、ファンがですね、1人しかいなければ、その人が12回紹介しなきゃなんないですね。でも、もしも12人ですね、自分のファンがいればですね、その人が1件ずつ紹介してもらえば、もう12件になっちゃうわけですね。ですから、簡単に言うとですね、事務所経営っていうのは、分かりやすく言うと、私はファンクラブの運営みたいなもんだと思ってるんです。で、自分のやっぱコアファンを作ると。だから、うちの事務所を見てもですね、繰り返し紹介してくれる人ってですね、何人でしょう？ 5、6人かせいぜい10人ぐらいだと思うんですよ。で、その人たちが繰り返し紹介してくれるんですね。で、じゃあこういう人たちってどういう人かっていうことなんですけど、要するに、相談が、集まる人なんですよ。で、じゃあ具体的にはっていうと、例えばですね、金融機関もそうです。金融機関などはですね、やっぱり街歩いてていろんな相談が、来る。それをですね、どっか専門家につないで解決したい。こういうつながりがあります。あとはですね、自治会長、町会長など、やっぱり地域の顔役の人ですね。そういうところにも、あと、私も行政相談員とかやってますけど、民生委員とかですね、そういう街の顔役っていうか、お世話係の人。あとは、例えば議員さんであったりですね。そういう、何て言いますか、肩書きある人が必ずしも相談来るとは限らないんですけど、やはり何か困った時に相談をしに行く先の人。だから、他事業もそうですよね。他事業の先生のところにもいろんな相談が来てですね。で、行政書士の分野については、じゃあ行政書士の先生に紹介しようって、こうなるわけです。ですから、
そういう方々としっかり人間関係築くんで、よく私も申し上げて、私も自治会の町会、自治会のですね、役員などを長年やりましてね、それこそおじいちゃん、おばあちゃんを旗持って、バスハイクに何回も連れてったり、忘年会の準備したり、うちは北区の赤羽の駅前のマンションのもんですから、自転車の整理したり、防災訓練だって言えば、その準備して、対応したりとか、まあ、こんなことやってるとですね、近所の方が、つねみさんだったら、なんか相談しやすい、なんか困ったらつねみさんに相談すればいいんだって、こう思ってくれて、いろんなですね、ご相談をいただいたって、こういうことは実際経験としてあるんです。で、ただですね、注意しなければいけない、これ、心構えなんですが、紹介してもらいたいからそういう活動をやろうとか、地域のことをやってなんとか受け取りたいとか、そういう下心があるとダメなんですね。やっぱり先ほど申し上げたように、無償の奉仕の精神でお世話係を買ってる。これ人間ってわかるんですよ。自分のそういう、まあ、なんか利益のためにこういう活動してるんじゃないかっていうのは見抜かれますから、そうするとですね、いいお客ってつかないと思うんです。で、私の経験で言うと、いい客の後ろにはいい客がいるんです。まあ、あまりよろしくない客の後ろにはよろしくない客がいるんですね。だから事務所にはそれぞれですね、客筋ってできます。で、どうせならいい客筋に巡り合った方がいいですよ。で、変な客筋なんかになると、私たちの資格自体の存続だって危なくなってしまう、はめられてしまう、こういうことだってあるわけです。で、いい客、お客さんっていうのは手がかかんなくて報酬も取れますよ。で、あんまりよろしくない客っていうのは手間もかかって報酬もそんなに良くない。こんなことがですね、私は一般的に言えるんじゃないかなっていうふうに思っています。ですから、ぜひですね、そういうギブアンドテイクですから、相手にですね、まあ、金融機関でも他事業でもそうですけど、そういう方々にもいろいろその方にお客さんを紹介して差し上げるとか、そういうことすれば向こうも今度紹介してくれますからね。まあそういうふうに、人間関係を築いてやっていく。こういうことが重要かなと思います。から次に隣接業務の囲い込み連携ってことですが、まあ、やっぱりなんだかんだ言ってもですね、税理士さんとのコラボレーションっていうのは結構多いのかなと思うんですね。で、もちろん許可でもそうですよ、許可。税理士さんの顧問先が許可取りたいって言ったらですね、そういう許可のご紹介あります。それから相続とか贈与の場面っていうのはですね、これどうしても税務と絡みますね。ですから、そういう時はですね、税理士さんと信頼できる先生とですね、一緒にですね、対応させてもらう。こういうことが必要かと思います。また、弁護士さん、社労士さんなどなどですね、商社さん、いろんな資格者います。そういう人との連携。また、専門業者ですね、宅建業者とか、政府とかですね、ハウスメーカーさんとか、そういう方々ともですね、場合によっては、私たちの本来業務ではありませんけど、例えばですね、相続をの手続きして、家を、土地、不動産を取得したけど、売却したいとか、あるいは、せっかくそういう不動産、土地が手に入ったから、そこにちょっと家を建てたいとか、あるいは相続税対策で生命保険を活用したいとか、まあ、そういうようなことがあったときに、専門業者につないでいると、こういうことがですね、必要だろうと思います。で、東京の、私、東京会の会長もしてますが、東京会ではですね、協同組合を会として作りまして、で、協同組合に、まあ、組合に、まあ、1万円で入ってもらえるんですが、入ってもらうと、そこでですね、そういう宅建業者、住宅メーカー、保険会社などと連携してまして、お客さん紹介してもらえばですね、組合員の皆様に一定の紹介料を差し上げるとか、また組合員の方がですね、使うときは割り引いてもらえるとか、まあそんなようなですね、連携もしていますから、ぜひですね、まあそういうものも活用してですね、専門業者と連携していくということも考えたらいいかなと思ってます。そして、あとはですね、先ほど申し上げたように、行政書士の場合、業務が広いもんですから、それぞれ専門に特化してて、それ以外の業務やらないっていう先生もいますのでね、そうするとお互いにですね、行政書士同士で連携し合って業務を紹介し合いながらですね、
対応していくと。まあ、うちの事務所もですね、そういう行政書士さんの中のネットワークで一緒に共同で、ね、作業したりとかですね、そんなこともしています。まあ、このようなふうにしてですね、対応していくことが重要ではないかと思います。で、次に、侍業として成功するためにということですが、まずはやはり理念を確立する。何のために行政書士になったんだ。自分は行政書士を通して、どういうことを達成したいんだ。何を世の中に提供していきたいんだ。こういうことをですね、まず持って、しっかり自分の心の中にですね、根ざしていく。こういうことが重要かなと。私は、情けは人のためならずっていうことを思ってやってます。情けは、自分のためでない。巡って、人様のためにですね、行う情けは、巡り巡って自分の身に返ってくるんだと。こういうことですよね。最近の方は、情けをかけると人のためにならないみたいな理解する方いますけど、それはちょっと正しくはないですよね。人の様のために行うことは、巡り巡って自分自身に返ってくるって、こういう思想ですよね。で、そのようなことでやらせてもらうことがですね、まあ、おかげさまで、私の事務所もですね、順調に発展させてもらっているというふうに、本当に周りの方に感謝しているところです。そして戦略と戦術って、まあ、これは経営学の戦略論的なところの話を少し書かせてもらってますが、これ以下ですね。戦略っていうのは大きな方針って言いますか、あまり変わらないもので、戦術っていうのはその大きな方針、戦略に対してですね、環境変化に応じてですね、柔軟に対応していく手段ですよね。ですから、やっぱり特に行政書士、行政の手続き中心ですからね。で、権利義務の話だと人の心が中心になったり、まあ、会社間の事情が中心になったりするから、柔軟に対応する能力がないとですね、これダメなんですね。やっぱり世の中の環境変化に柔軟に、方針、ベースになるもの変わらなくても、対応は柔軟に対応しなければですね、ニーズに外れちゃう、ニーズをつかめない、こういうことになります。ですから戦略と戦術っていうのは使い分ける、こういうことが重要だろうと思います。そして私たちも侍業、専門家であると同時にですね、まあ、多くの方開業されると思うので、まあ、経営者なんですね。で、事務所を経営していくっていう上において重要な、これも伝統的に言われていることですが、人物金、まあ、最近は情報とか時間、これを生かしていくということ。で、行政書士の事務所は一人親方が多いから人を使うっていうのがあまりないかもしれません。ただ、さっき申し上げたように、ネットワークを築いていくっていうことも、これ人の問題。で、ある程度規模を広げていこうってことになればですね、やはり従業員を雇ってですね、広げていく。こういうことが必要です。で、物っていうのは、私たちの業務ってサービスですよね。どのサービス、どの業務を行っているか。それからお金の問題。で、これお金もですね、私たち開業者であればですね、金融機関からの融資も受けられるわけです。で、また該当すればですね、補助金なども対象でもらえることもあります。で、あと情報はですね、これ上手に取っていかないといけないですね。非常に今、すごいスピード。で、特にデジタル化の対応が早いです、今。さらにですね、コロナ対策の支援、この給付金等の申請手続きは業として行える官公所へ書類作成を作れるのは私たちなんですよ。ですから、その様々な情報、行政書士会でもいろいろ発信して、行政書士の活用をですね、省庁にも国会議員の先生にも相当働きかけてますが、いくら働きかけて私たちが活躍できるような状況を作っても、皆さんがそれをですね、実践してもらわなければですね、社会貢献にもならないし、自分たちの業務確率にもつながらないわけですから、しっかり情報をキャッチしていただくようにですね、お願いしたいと思います。だからもう時間は有限ですから、上手にですね、時間を生かしていく、こんなことが必要だろうと思います。次に、競争戦略って書いてますが、これはですね、まあ、マイケル・ポーターという経営学の学者さんが言ったことでご存知の方も多いと思いますが、まあ、競争優位に他事業、競争業者と
勝つためにどうにしたらいいんだって、コストリーダーシップっていうのは、要するに、ね、値段を安くすることで競争優位に立とう。差別化っていうのは品質とかブランドイメージとか、そういうことでですね、競争優位に立とう。ってやつですね。だから、化粧品なんかがその代表例って言われますよね。まあ、ブランドやそのパッケージ、などで差別化すると。から集中戦略っていうのは、その特化する特化戦略とも言われますが、その地域とか領域の軸っていうのは製品、まあ品揃えですよね。サービスの幅っていうか、範囲っていうか、何をやるかって、製品と市場って地域ですよね。その二つの軸になるわけですが、集中戦略っていうのは、例えば、ファスナーだけ作りますとか、昔のおたふくソースなんか広島の地域でお好み焼きのソースしか作りませんとか、そういう特化していくというような、その中では一番手になるっていう戦略。日本の企業結構これ多いですけども、まあこういうようなことが言われてる。で、コストリーダーシップと差別化っていうのは対立する概念とも言われてるわけです。だけど、それを両方とも上手に、達成できるようにいろいろ企業は工夫するわけですね。で、これは私の見解ですけど、私なりに、まあ長年この業界にいて思うのは、行政書士の業務っていうのは、私は差別化か集中戦略どっちかで行くのがいいんじゃないかなと思ってるんです。で、コストリーダーシップ、要するに低価格でっていう作戦は、例えば行政書士の業務でも、まあ、車関係ですね。車の登録とか、車庫証明取るとか、割と短時間でルーチンワークになるような業務であれば、低価格戦略持ってくっていうのもいいと思うんですが、そうじゃないもの、許認可でもちょっと手がかかる、まあ、相続とか、まあ、人の心もかかる。こういうものはですね、やはり、あまり値段を安くしすぎないっていう、まあ、だけど適正価格ありますから、そこはさせてもらったらいいんですけども、まあ、ですから、品質を保証してですね、お客様満足度を上げて、ブランドイメージを上げて、ある程度、こう、価格でも受注が取れる。こういうことをしていくのがいいかなと思います。また、集中戦略に言われるように、その分野ですね、においての一番手になるみたい。この分野は私は得意だ。だから、他の先生がやってないけど、うちはやってますっていう、まあ、薬事の手続きだったり、電気の手続きだったり、あんまり人はやってないけど、その分野では私は専門家でやりますみたい。そういうやり方もですね、専門性を生かすっていうことではあるかなっていうふうに、まあ思ってます。次に、コアテクノロジーの確立って書いてますが、自分の得意分野とか希少技術ってあるんですね。それを確立する。で、私の場合ですね、実は信用書協会に勤めてたわけです。で、いわゆる中小企業の政策金融ですから、で、まあ、そこでの経験は私全く生かすつもりもない。人脈もそんなに生かしてもいい。お客さんをそこから紹介してもらうとか、そういうのも全くしてきてないんですが、逆に私が開業した頃はバブルが崩壊して、建設や不動産の業界の人と最初巡り合って、みんな資金繰り悪化してて、金融機関との対応を苦慮してたんですね。で、そこで、鶴見さん、保証協会行ったんだから、その経験生かして、ちょっと協力してよって言って、書類作ってよとか、金融機関一緒に行ってよみたいな話をする中で、あ、これが自分の得意技なのかなっていうのを教えてもらったんですね。で、資金調達をして、お金が、まあ、入ってこないと、銀行から借り入れができないと、中小会社ってもうきついんですよね。ですから、そういうことのお手伝いをさせてもらうということを、まあ、逆にお客様から教えてもらったんで、お客様のニーズを聞きながら自分がどういうことできるかっていうのを考えながらやっていくといいかなというふうに思ってます。から次に、関連分野への多角化って言われてますが、シナジー効果って相乗効果ってやつですよね。1たす1は2にも3にも、2ではなく3にも4にもなると。で、例えば、伊藤園がですね、お茶を作ってた。で、その自動販売機に、コーヒーだ、ジュースだも乗せて、
販路を拡大した、まあ、販売経路の販売シナジーっていうやつですが、とか、あと分野を広げることによって、一つの分野がダメでも違う分野で、勝ち残れるみたいなリスクの分散をする。で、こういうことも考えていかなきゃいけない。で、ただ、行政書士の場合、その本当に、人数多くですね、法人化してやってるところは別としてですね、一人親方とか人数、少人数でやってると多いですから、そうするとやっぱりその先生のパーソナリティに負うところが多いんで、あんまり全然関係ないですね、分野への進出っていうのはリスクがあるかなと思うんですね。ですから関連してる分野にですね、近い隣の分野に広げてって、多角化をして、シナジー効果を取りながらリスクの分散を図る。こういうことがいいかなって私は、思ってるところです。それから、説明能力と提案能力ってことですけど、何しろお客様の信頼を得ることがですね、一番重要なんです。で、それにはお客様を納得させ、安心感を与える。で、安心感を与えれば信頼感につながるんですね。で、私は最初行政書士を登録しても最初から増えたわけじゃないですから、実は専門学校だ、大学だで、いろいろ講師などもさせてもらいました。で、それがどん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 講師の方も依頼が来てですね、まあ、事務所の方もどん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 お客さんが広がってですね、本当に30代、40代、の頃はですね、もう朝から夜まで土日もなくですね、もう働き詰めみたい感じで、予定がガンガンこう入ってきて、た時もありましたが、講師の経験というか、まあ、人に教える経験というんでしょうか、家庭教師でもいいです、こういう行政書士会の仲間の中でのですね、研修でもいいですが、こう講師の経験というのは、人に分かりやすく伝えるということを考えますよね。場合によっては図表を用いるとか。図解するチャートを作るとか。で、そういう、こう、整理、組み立てがですね、お客様に分かりやすく伝える能力になるんですね。ですから、これはですね、ぜひ皆様ご経験されて、先ほど申し上げましたが、難しいことを難しく喋っちゃダメなんです。難しいことほど簡単に分かりやすく説明して、しっかり理解してもらう。で、お客様に理解してもらわないと、後でですね、いざこざになることだってあるわけですね。ですから、しっかり理解をしてもらう。こういうことが重要かなと思います。それから、次に幅広い知識の習得ってことですが、顧客から信頼を得るためにも、いろんな知識あると信頼があります。それから、いろんな相談に対応が可能なんですね。で、例えば、他事業の分野であってもですね、入り口を聞いて差し上げて、で、ちゃんとつないでいけばですね、安心もされるんですね。だから、うちの事務所も、もう弁護士さんの依頼って、1年間にも10件ぐらいあるんですけど、そういう時でも必ずですね、一緒に立ち会うのがいいんですよ、一緒に。で、弁護士さんと行くの不安だっていうお客さん多いんですよ。そう、一緒に行ってあげてですね、きちんとこちらが書類整理したのを持ってって差し上げれば、弁護士の先生もしやすい。で、弁護士さんの視点で、今度はいろんなヒアリングしますか、そうすると、こちらもですね、勉強になるんですね。で、その時に、他事業につなぐ時にも、こちらがどういう幅広い知識があれば、見立てが効くんですね。で、整理もつきやすい。こういうことになると思います。だから、特定行政書士の活用。で、これはですね、特定行政書を取った方はお分かりなんですが、この法定研修の中で私が重要だと思っているのは、要件事実と事実認定論、ここを勉強するんです。で、これは司法修習の中でですね、従来行ってきて、弁護士さんたちはそこは習得してるんですね。ですから、法律の条文を私たちは勉強、普段してるんですが、その法律効果が発生するにはどういう要件が必要なのかって、まあ、条文ある意味こう分解して理解するわけですが、要件事実とその事実をその認定するっていう作業、そういうものの勉強ができます。で、そういうことの知識を習得しておかないとですね、私たちは予防法務の専門家と言っておきながら、行政書士さんに頼んだ書類がですね、要件事実論にこれ当てはまってないような書類作ってたら、万が一将来裁判になった時に、それはですね、証拠能力としては不十分って、こういうことになっちゃうわけです。で、また、そういう紛争性の分野に、これ入れる特定行政書士の分野です。で、この特定行政書士、
まあ、だからそういう知識を得てですね、生かしていくっていうことが一つ。それから特定行政書士皆さんですね、許可を取れて不許可になった人が、まあ、ちょっと文句があるから、申し立て代理をお願いするって、こういうふうに思ってると思うんですが、まあ、もちろんそれがメインなんでしょうが、まあ、小田急の事件にしてもですね、地域環境、地域住民がですね、環境が、破壊されるというような見解で、その第三者ですよね、地域の方がですね、行政訴訟なんか申し立てできると、こういう当事者適格あり、こうなってきてるわけですから、それから見ればですね、行政訴訟よりも簡易迅速な、行政不服の申し立てなんですから、当然ですね、その第三者からの依頼っていうのもできるわけです。まあ、例えば典型例が、産業廃棄物のですね、処理場ができて許可が出たと、許可申請した人は納得。だけど地域住民は納得しない。で、そこで、不服申し立てしたいと。こういうこともできる。で、そういうような案件っていうのはですね、もちろん、行政不服から行政訴訟っていう流れが一般だと思います。もちろん行政訴訟を最初からやってもいいんですが、そういう不服審査やってから行政訴訟っていう流れを踏むとすればですね、この行政手続きについては行政書士が一番分かってるわけです。で、役所と連携しながらやるっていうことの能力も長けてる。だけど、立証するっていうことの能力が弁護士さんの方が長けてるわけですよね。そうすればですね、そういう行政訴訟第三者からの申し立てなどはですね、弁護士さんと行政書士、特定行政書士が組んでですね、しっかり手当てしていく、こういうような展開っていうのもできると思うんですね。ですから、そういうことをですね、ぜひ皆さん方もですね、まだまだ未開拓の分野あるんですね。そういうことをしっかり対応していくと、業務の確立につながる差別化になるかな、こう思います。そしてもう一つ、今、デジタルガバメントの対応。これがですね、もう政府がですね、すっごいスピードで今、進んでるわけです。で、私たち行政手続きをデジタル化してほしいっていうのは国民のニーズも高いですね。で、私たちがもう行政書類、もう多くの行政書類に関われるので、しっかりデジタルガバメントへの対応をですね、まあ、日業連としても今、しっかり対応していかなければならないということで、プロジェクトメンバー組んで対応していますが、ここのやはりですね、デジタル難民にならないためにも、行政書士が地域の皆さんにお世話しよう、こういうようなこともやっていこうと思ってるんですが、まあ、そういう中で、デジタルにある程度皆さん自身もデジタル難民にならないようにですね、手当てしなければならない。で、そのデジタル化を通してですね、行政書士の業務が淘汰されるんじゃないかって、そういう不安になる意見もあります。だけど一方でですね、デジタル化することによって、そこでまた新しいニーズが出てくるということもあるわけです。ですから、手続きだけじゃなく、周辺のサービスまでしっかり手当てする。こういうことが大変重要な時代になってくると思います。で、逆にですね、若い人たちはですね、デジタル技術についてはですね、私たちの世代よりももう、普通にできるわけですから、皆さんの、今まではですね、この業界は、経験値がものを言ってたところなんですけど、今度はデジタル技術があるラインもですね、一つの成功の要因に入ってくると思うので、若い、皆様はですね、そういう面でもですね、差別化、活躍の要因、プラス要因っていうのがあるのかなっていうふうに私は思っているところです。次に、日本行政書士会連合会の目指すものとして、令和2年度事業計画っていうお配りした資料を見ながらですね、資料の1枚目は全文なんで、2枚目にですね、活動2年基本方針なんですけど、そこを見ていただきながら少しご紹介したいと思います。最初に申し上げましたように、活動2年としては、そうだ行政書士に相談しようという機運を高めようということにしております。地域住民の方々にとって、行政書士が生活圏にいる、まさに身近な良き相談相手として、地域に必要不可欠で有益な国家資格者としての位置づけを確固たるものにします。行政書士に相談することが全国標準となるように努力しますと。
先ほども申し上げた通りです。で、これを受けてですね、会員お一人お一人が業務を確立する、勝ち残っていく、こういうことが必要だ、お客様満足させる、目の前のお客様に納得してもらう、こういうことはもうベースです。じゃあ、会としてはどういうことをこの理念達成するためにやるのかっていうと、次に書いてあるように、行政書士法が改正されまして、一昨年12月に成立して、今度の6月に施行になりますが、国民の権利利益の実現に資すると、こういうですね、目的規定にですね、が追加されましたので、その趣旨を生かしてですね、活動していくということ、そして3つの強制を掲げてですね、活動していきたいと思います。で、3つの共生というのは、これは地域との共生、役所との共生、他事業者との共生です。さらに多様性のある社会の実現を目指して、多文化との共生も目指して標榜していきたいと思います。私たちは30年来の外国人在留許可の取り次ぎ申請の歴史があります。今、政府は外国人との共生社会の実現を目指しています。私たちは、在留許可の申請をするだけでなく、外国人の生活支援に至るまでですね、外国の方がですね、日本に根付いていただけるようなことの役割の中心の役割をしていかなければならない、こんなふうにも考えています。そして私たちは先ほど来申し上げているように、地域密着型の国家資格者です。ですから、地域との共生っていうのがですね、最も重要であると私は考えているところです。で、地域との共生の担い手っていうのは、単位会ですね、47都道府県に行政書士会ありますから、それ単位会って呼びますが、単位会である単位会の下にあ、下部組織にある支部ですね、地域に根ざしたですね、か、あの、単位、地域単位のですね、行政書士会。これが担い手になるわけです。そこに会員が所属するわけですから。ですから、そういう方々が、単位会や支部が活動しやすいように、会員が活動しやすいように、そのステージ作りをするのが連合会の役割と、こういうふうに今考えております。で、地域との共生の中に6つの柱を立てておりますが、まあ、1つ目にはですね、金融機関との連携っていうのを入れてます。これは私が東協会の会長になってから、実は進めてきたことでもあります。東協では、日本政策金融公庫、東京信用保証協会はじめ、東協ってところはですね、地域金融機関の担い手は、地方銀行ってちょっと少ないというか弱いもんですから、信用金庫、信用組合が中心なんですね。で、今、19のですね、金融機関との連携がなされてます。これ全国的にもですね、まあ、公庫とはだいぶ皆さん連携してまして、地銀、信金、信創、いろんな各大会がですね、連携をしています。で、これは一つの効果としてですね、金融機関の皆様が、金融機関の職員がですね、街を歩いていたりして、いろんな相談を受けてきます。相続だ、成年後見、また会社設立、許認可。公庫や保証協会の利用は許認可必要なんです。で、そういう案件を私たち行政書士会が手当てして差し上げる。また、行政書士会の方でもですね、例えば会社設立して許認可取って終わりじゃなくて、創業資金の手当に協力してあげる。そこには、まだ実績が創業時ないですから、事業計画書を作ってあげるわけですね。特に数字の予算の数字の面もありますが、その会社の強み弱み、社長の特性とかそういうのをヒアリングして目標を作る。で、こういうのは私たちヒアリング能力、先ほど来申し上げたように長けてますから、訂正要因その作るの得意なんですね。で、今、金融庁では事業性評価っていうことも言ってます。また、専門家と連携して地域金融の円滑化、地域経済の発展を目指そうと、こういうことにもなってます。また、私たちのクライアントの一つである建設業ですね。で、建設業の許可は私たち相当の高い比率でかかってますが、例えば、その建設の決算、決算報告とかで出しますが、工事経歴書。これ過去の工事経歴書を書きますが、将来の工事経歴書を書いてあげて、で、入金の欄を1行作って、いつ手形で入るだ、振り込みがあるとか、書いてあげれば、これ、立派なですね、建設業の運転資金の申し込みの
融資の審査資料になるんですね。ですから私たちの業務っていうのは実は金融と連携、近いところにある。ただそこになかなか私たちも、ね、手続きと終わりにしちゃってたと思うんですが、中小企業支援、そこまでさせてもらう。こういうことをすることでですね、金融機関にとってもお客様の囲い込みになるし、何よりも中小企業の方にとってはプラスになります。そして私たちの業務確立にもつながると。まあ、三方よしのこれ、政策としてですね、推進をしています。で、総務省からは事業計画書の作成は事実証明の書類作成である、行政書士の業務であるということもしっかりですね、確認を取っておりますので、皆様方適正にですね、続きをして業務確立につなげてもらいたいと思います。二つ目にはですね、これ社会的な、問題になってますが、青年貢献制度、これを推進していきたい。また、空き家とか所有者不明土地、これも社会的な問題です。で、空き家所有者不明土地っていうのは複合的な問題なので、まさに行政書士のコーディネート力、これが非常に活かせる場面だというふうに思っています。から災害復興支援、地域活性化支援。これはまあ補助金等をですね、町等にですね、入れて手当てしていくということも一つです。から災害復興はですね、地域密着型である私たちは今までもですね、相当支援活動してます。東日本大震災、熊本地震、西日本豪雨、様々な災害が非常に多いですね、我が国は。で、その中で行政と連携して、り災証明の発行支援したり、自動車の配車手続きしたり、こういうことをもうしてまいりました。そして今はですね、何しろコロナ対策なんですよ。コロナ対策の支援、国のものでは持続化給付金、家賃支援給付金、今度一時支援金というのも出ますが、これらの業務をですね、官公庁への書類作成、業としてできるのは私たち行政書士なんです。他事業の方はですね、業として報酬を得てはできないんですね、書類作成。で、ただ現実的にはですね、持続化給付金の時にも、無資格者がですね、給付額の6割も報酬で持ってっちゃう、こういう社会的問題が出ました。しっかりですね、私たちが、支援をさせてもらう、こういうことが重要だと思って、今ですね、いろんなところで行政書士の活用をお願いしているところです。で、何しろデジタル化が進むということと睨んでですね、このコロナ対策支援はみんなデジタル申請なんですね。で、連合会としては代理人として私たちは業としてできるんだから代理申請ができるようにって働きかけをしてまいったんですが、なかなかですね、中小企業庁所轄するところも、民間に投げ、あの、ソフトの開発投げたりしてる、システム投げたりしてるもんですから、ちょっと、実現難しかった。ただ、私もいろんな省庁ですね、もういろんな国会議員も歩きまして、行政書士の活用、行政書士法の遵守、そういうことをお願いしてもらったんですが、GoTo トラベルにおいて、地域共通クーポンの登録申請書、申請手続き、ここにはですね、行政書士の代理人なんかできたんです。これ国の様式で行政書士の代理人なんかできたのは初めてなんですね。ですから、これを足がかりに、今、会員にはしっかりその申請、協力してくださいってお願いしてますが、これ足がかりに、これからデジタル化になる、許認可申請、みんなデジタル化になっていくときにも、私たちが代理申請ができるように、会としてはしていきたい。これをすることで、私たち、紙ベースでも許認可申請やってきてます。事実認定をしっかりして要件に当てはめてですね、申請をしてます。だから行政手続きが円滑なんです。後で調査とかそんなことまず起きない。だけど、持続化給付金で出たように不正受給があったり、後での調査、行政コストとんでもないですよね。ですから、こういう状況を回避して行政手続きの円滑化に資する。そして国民がですね、適正な利益、権利利益が守れる。不正な手続きに巻き込まれない。で、結果として私たちの業務が、守れるということを実現するためにもですね、コロナ対策支援をしっかり、進めることによって、将来のもうすぐですが、デジタル対応に、資していきたい。こんなふうに今考えているところです。今の中心はこのコロナ対策支援とデジタル推進って、こういうことに尽きるんです。
で、さらに、法教育暴力団等排除対策、これもですね、委員会立ち上げてですね、推進をしてます。から、役所との共生で言うとですね、私たち実は政治連盟ってあってですね、議員さんとの連携って行政書士会、侍業の中では強いんですね。なんですが、省庁、役人との連携っていうのがですね、もちろん大会ベースでは各県庁とは強いんですが、省庁ベース、連合会ベースではですね、必ずしも盤石とまで言い切れない面もあったので、今しっかりですね、行政ルート、役人との連携というのにも力入れてます。で、これは、やっぱり役人は政策を作る、実現する、こういうことを目指しているわけですから、私たち地域に密着した国家資格者である行政書士が、しっかり地域の声を吸い上げて、建設的な意見を言って政策提言していく団体に転換していくと。こういうことを今ですね、政党調査室っていうのを作りながら政策提言を積極的にするようにしています。その中で、役人との信頼関係を築いているところです。さらに法改正、一昨年法改正なされましたが、行政書士業務を強固にするための法改正というのを、次の法改正でも目指していきたいと思っています。そして先ほど申し上げましたように、デジタル化の対応、デジタルガバメントへの対応、これをしっかりしていきます。で、これは行政手続きだけでなく、市民法務の分野、民民間においても、デジタル化っていうのは、進むだろうと、こう思われますので、皆さんの英知を結集してですね、対応していきたいと思ってます。そして、他事業者との、共生においてはですね、やはり、よくですね、他事業者との共生というと、他事業者に迎合するんですかっていうような人いる。迎合じゃないですね。共生っていうのは、自らの特性をしっかり他事業にも理解してもらって、共に共存共栄していく。共生ってことは、共に生きるですからね。迎合してたら食われちゃうわけですから、やっぱりしっかり自分たちの特性、行政書士の特性を他事業にも理解、利用者にも理解してもらって、国民のために、依頼者のためにしっかり働くと、こういうことです。そういう関係をしっかりですね、他事業者団体とも連携を取りながらですね、協力関係を築いていきたいと、こう思ってます。そして多文化との共生についてはですね、やはり法律専門職としての地位を高めるために権利擁護、この意識、今まで私たちも活動してましたが、外へのアピールがちょっと足らなかったかなと思いまして、これも委員会作りまして、推進をしていきたい。さらに国際交流、韓国には行政史、台湾には治政史って地面の地に政治の政って書いて治政史ってあるんですが、そういうところとの連携をしていければなと。この合意を形成して、将来の予防的措置を取って、手立てするって、こういう資格者っていうのは本当に日本文化の中でですね、出てきた、ある意味日本独特の制度なのかもしれません。でも、こういう共生社会の実現をする上には大変役立つ資格制度だと私は思ってるんです。それを海外にぜひ輸出していきたいなと。イギリスではソリスター、事務弁護士なども近い資格だとも言われてますが、やはり行政書士、我が国の行政書士制度は特有のものがありますから、ぜひですね、まずはアジアの隣国からですね、交流をして、海外へ輸出じゃないんですけども、示していければなというふうに思ってます。今ちょっとコロナでですね、さまざまな活動が制約して、思うように進んでない面もありますが、そういう大きな目標に向かってですね、進めてまいりたい、このように考えているところです。そして最後にですね、4番目に、必要とされる行政書士、勝ち残る行政書士になるためにということで、ルール、書いてありますが、これは今までお話しした中で、のまとめでございますので、ご確認いただいて、皆様方のお活動に生かしていただけたら幸いでございます。皆様方が、ぜひ行政書士に、まず、試験合格されてない方いたら合格を目指していただいて、合格された方はぜひ、登録していただいて、行政書士業務を通してですね、自己実現を図っていただけたら、幸いだなと思っております。皆様方のご活躍を記念申し上げまして、講演とさせていただきます。ありがとうございます。
泉先生、ありがとうございました。お時間なんですけれども、2時半までですね、ちょっと質疑応答の時間を取らせていただくということで、まあ、チャット上にもですね、ちょっといろいろ意見が出てきているので、順に、追ってですね、ちょっとご質問させていただこうかなというふうに思っているんですけれども、常住先生、コロナのこの、まあ、対策というところもあったんですけれども、ご自身のこの事務所で、営業方法とかで変わった点とか、お客様となかなか直接お会いする機会っていうのも少なくなったのかなというふうにも思うんですけれども、その点とかって何か変化とかってございますか？そうですね。特に大きな変化はないんですが、やはり、まず会社を訪問するとかいうときに、相手先がやはりコロナのことに神経を使われているような場合は、訪問をしないで、Zoom 等を使って対応させてもらうということはしています。それと、職員の勤務形態は、在宅勤務と時差通勤を、まあ、取り入れて、まあ、やってます。で、もちろん事務所の中はいわゆるコロナ対応ですよね。まあ、入ってくると検温してもらうとか消毒してもらうとか、パネルを使うとか、あと職員にも手洗い、うがい、と徹底するとか、まあ、そういう一般的なことは、まあ、しております。で、まあ、なんて言うんでしょうか。そうでない、お客様がそんなに気を使わないでっていう場合は、伺って対応したり来てもらって打ち合わせしたりっていうことは、まあ、もちろん、そのコロナ対策をしながらですが、まあ、していると。だからそういう、いわゆるメールだ、ズームだ、そういうものも併用しながら、まあ、進めているっていうとこでしょうか。なるほどですね。ありがとうございます。結構今までの既存のお客様の対応に関しては、そうやってメールとか Zoom とかのオンラインのこう対応にこうちょっと切り替わっていったりとかですね、っていうところあると思うんですけど、結構ご不安にこう抱えていらっしゃる方多いのかなと思うのが、これから登録される皆様ですね。で、これから開業して新規顧客、もう完全にこう、一からやり始めるときに、フェイストゥーフェイスでなかなかこう会いづらい状況っていうのが、非常にこう、難しいだろうなって個人的にも感じるんですけれども、この点とかってどう思われますか？フェイスフェイスでできない場合どうしたらいいかってことですか？そうですね。なかなか、なんでしょうね。今まで通りの営業方法って難しいところもあるんじゃないかなと個人的には思うんですが。なるほど。新規のお客さんもおかげさまでコロナ禍においても、まあ、増えてるんですけど、基本は合ってんですよね、やっぱり。だから、ズームを通して、了解し、なんかそこで新規のお客を確保したっていう経験は今のところないですかね。なるほどですね。ありええ。がとうございます。やはりこう、まあ、そこに関しては、まあ、今まで通りちょっとお会いしてからじゃないと、なかなかこう信頼関係築くっていうのは難しいっまあ、ていそううなこんとでですすよかね。ね。だから、まあ、一回は会っちゃえば、あとは、じゃあ、電話でいいです、ズームでいいです、メールでいいです、みたいになっちゃうけど、やっぱりこう、まあ、うちの場合、特に、なんていうか、紹介なもんですからね、そういう形態になりますね。ただ、まあ、伺うときには、まあ、大人数で行かないとかね、お会いするときにも大人数にはしないとか、まあ、そんな工夫はしてますけど。なるほどですね。ありがとうございます。で、ちょっと他にもですね、いくつか来ておりまして、これデジタル化について、まあ、連合会としてもですね、力を入れて進めているということだったんですが、このデジタル化に際して行政書士業務がどんな影響を受けるんでしょうかということでご質問いただいているんですが、まあ、なかなか大きく影響を受けてくるだろうというところで段階があると思うので、まあ、大きく見たときにどのような影響と、そしてどのようなこう備えをこうしておけばいいかっていうようなところなんですけれども。
なかなか難しい質問難しなんでいすですけよど、ね。まあ、講演の中にもでもざっくり申し上げたんですが、多分ですけどね、行政手続き、許認可申請においては、ほぼほぼデジタル申請になるんじゃないかなと思います。そうすると、例で言うと、入札ですよね。入札の申請前は紙ベースで出していってたんですけど、それもすでに電子化になってますが、この時に、やっぱり建設関係やってた先生は、売上が落ちた方もいたとも聞いてるんです。で、それは、書類持ってった時は、それこそ都庁でも何でももう、順番待ちでうんと並んで、書類を作ってあげて、添付書類全部整えて、出すと。で、これはもうえらい作業だから行政書士さんに頼んでたと。でも電子化になったら、ちょっとやりやすくなったんで、自分でやっちゃいましょうっていうような会社も出てきたっていう流れがあったとも聞いてます。で、だから同じようなことがですね、許認可になっても、ある意味、今よりも申請の仕方をですね、役所の方も分かりやすく簡便にしないと、多分デジタル対応にならないと思うので、そうすると手続きが今より、まあ、ある意味楽になるから、じゃあ行政書士さんにお金払ってやるよりは自分でやった方がいいと思う人が出てくる可能性はありますよね。で、その時に、じゃあなんで、じゃあ確かに書類を整えるというだけでは私たちが、に頼むとコストがかかると思うかもしれないけど、そうか、書類を整えるだけでなく、事実をそこで認定したり、その後の手当を私たちができるようにしたり、で、その許認可だけでなく、その会社のを成長させるためにですね、しっかりアドバイスをしていく。だから、事業活動ですから、私たちに払うコスト以上のメリットがあれば、利益が出れば会社はその方がいいわけですよ。自分のところで手間かけてやるより、専門家に頼んだ方が。だから、そういうようなことを私たちもしていくっていうことも必要かなと。で、あとは早めの情報をちゃんと仕入れて、手当をお客さんに安心感与えればですね、行政書士さんに頼もうということになると思うし、あとは技術的なね、操作が出てくると思うんですよ。書類持っていくんだったら書類を整えて、審査官が分かりやすいように整えて、持ってって説明すればよかったけど、今度は伝送するわけですから、そういう場合は、その多少の電子的技術はですね、やっぱり身につけておくっていうことは必要かなと思います。ありがとうございます。やっぱり作業的な部分はなんかそういうオンラインに置き換わったり、おっしゃるように行政の方もですね、分かりやすく行政手続きをですね、そういうデジタル化していくっていうことであると、やっぱりなんかその辺が簡略化していく可能性はあるんですけど、本来的にそういったアドバイスをしていったり調整をしていったりするような、行政書士本来やるところなんかがこれから求められるんじゃないかと。こういうようなところなんですかね。で、あとですね、ご質問いろいろいただいているんですが、ちょっとお時間の関係で全部ちょっとご質問対応できないかもしれませんので、ちょっとあらかじめご了承ください。ちょっと具体的に先ほど台湾の治世使のお話がちょっと出てきたんですけど、その治世使ってどんなことしてるんですか？日本人でもそういう方っていらっしゃるんですか？っていうご質問いただいてますが。まだちょっと細かいところまで研究が進んでないんで、細かいご点は分かりませんが、まあ、分かりやすく言うと、日本でいう行政書士と地方書士の合体したような資格者であるって、こんなイメージで捉えていただければいいのかなというふうに、まあ、理解をしております。で、まあ、これ台湾の法律に基づいてっていうか、なので、日本にはいないという思うんですね。ただ日本人でも、じゃあその台湾で治世使になってる人がいるかとか、そこまでちょっとすいません、わかりません。もしかしたらいらっしゃるかもしれないなって感まあ、じでそすね。うなんでしょうかね。そうですね。了解です。ありがとうございます。
あとですね、私はまだまだ駆け出しですし、業務経験も浅いのですが、デジタルガバメントへの対応と法教育の推進にとても興味がありますと。私のような駆け出しでも何かできることや参画できる活動がありますでしょうか？というご質問ですが。はい。まあ、デジタルガバメントへの対応っていうのは、まあ、で、いわゆる許認可業務申請に代表されるところになるんですね、デジタルガバメント。まあ、行政、のデジタル化ですから。まあ、ただ、許認可申請以外ももちろんありますけど、まあ、メインは許認可申請ってことになると思うんですが、一つは許認可申請の経験値があれば、利用者側ですよね、申請側のニーズ、使い勝手、どうにやればいいっていうことが言える。で、これはまあ経験があった方がいいですね。で、だけど、もうその一方で、この技術的な面も必要なんですよね。そのデジタル対応していく上で、どういうふうに技術対応していけばいいか。で、まあ、黒沢さんも連合会でデジタルのプロジェクト入ってもらってますけど、まあ、データ庁の準備室とか、いろんなところと連携しながら協議していくと、まあ、かなり技術的な話が入り込んでくるわけですよね。そうすると、いわゆる用語がわからないとか、どんどん新しいなんか仕組みが出るみたいことがあってですね、そういう時にはやっぱり技術的な部分で長けてる経験値のあるね、それは行政書士の経験は浅くても、そちらの部分で経験があるっていう方であればですね、活かせる場面ってあるわけですね。だ今、連合会でも実際に黒沢さんと一緒にやってる方なんかも、行政書士の登録は浅いけど、そういうデジタルの技術についてはもう経験が十分あるっていうような方もね、入ってもらって、プロジェクトとしてやってると。行政書士会は組織ですから、一人がオールマイティに全部できるなんていうことは、そのことはありえないので、まあいろんなそれぞれの経験を持った方が、それぞれの経験を生かしていただいて、チームで対応していくと。まあこういうことが必要だと思ってます。で、特にデジタル化については、やはりまだ未知の部分っていうのもあるので、やっぱり先を読めて情報を集約できて、また技術のことも通じてっていう。で、もちろん行政書士業務も分かってるベストなんですけど、まあ、活かしていただけることあるかなと思います。から、法教育については、実はこれ、私が東京都の北区の支部長をしてた時に、草の根的に始めた事業なんですね。会がやれとか言ったんじゃなくて、まあ私もそういう講師の経験もあったし、地域に、私のイメージはこうだったんですね。高齢者には社会、青年貢献。それから今を生きる中心の人たちには無料相談。そして若年層の人たちには法教育の提供。こういうことで行政書士がしっかり社会、地域に根ざした貢献活動をしたい。で、やはり将来ですね、行政書士になろうと、そうだ、行政書士になろうと思えるような子どもたちを増やしたいと。で、ということで、まあ、始めました。で、特にうちの私たちの行政書士会の法教育の特徴は、初等教育にあると私は思ってるんです。もちろん中高大、社会人向け、やってます、すべて。だけど、初等教育は意外に他の侍業もそんなやってないんですね。で、これはもう発達段階に応じて、いわゆる法の規範みたいのを教えていく、予防的法務、思考回路、法的思考、こういうものを身につけていくことです。ですから、子どもたちの生活圏にある題材を用いなければピンとこない。生活圏にあるものってみんな行政法規なんですよ。会社法、公園法だったり、図書館法だったりですね、公園だったり、図書館だったり、そういうものが身近にある行政法規に基づいて、予防法務の専門家である行政書士がやる、行う、提供するということで、子どもたちにも、いわゆる目的解釈ですね、法解釈をしっかりできる、そういう思考を身につけるっていう基礎を作っていくっていうのが、まあ、初等教育の役割かなと。まあ、中学校以降になれば、今度、個別法のことになると思うんですけど、ですから、これはですね、何も行政書士業務をの経験がたくさんあるなしに関わらずですね、教育に対しての情熱と、
しっかり題材を研究してもらって分かりやすく伝える力とか、そういうものをですね、があれば、もう大いにですね、いろんな方に活躍してもらえる分野かなと思っております。ありがとうございます。そうですよね。行政書士のもう特徴としても、まあ、いろんな活動をされてた方が、その後の行政書士登録されて、その、なんでしょうね、今までのご経験とか、ご人脈とかすごく活かせるっていうのも、すごく、強みだなという感じがしますよね。で、あと、いくつかちょっと行きたいんですが、ちょっとこれ行ってみましょうか。これ、なかなか、こちらも難しい質問かもしれませんが、副業で行政書士考えてますと。何かアドバイスございますかということが、書かれておりますが、行政書士を副業でやっていくそうんですね。行政書士を副業あで。あ、まあ、なるほど。結構最近様々な形があるかなと思うんですけど、まあ、ご自身でなんか経営してるケースもありますよね。法人なんかを作って自分が会社やってて、プラスアルファ行政書士っていうような副業であれば、まあ別事業って感じですかね。まあそれもありだと思いますし、あるいはそのサラリーマンやられながらの行政書士業務っていうのはどうでしょうか。そうですね、まあ、今の黒澤さんのこうちょっと説明をもとに2つに場合分けすると、例えば自分が自営業者で、それで、まあ、1つの部門じゃないですけどね、として行政書士を業をやるということであれば、例えば実際これは比較的会員の中でもいるのは宅建業者さんですよね。宅建業やってて、不動産の売買だ、賃貸だやってる中で、まあ、いろんな問題が出てきたと。で、それを、まあ、例えば会社、じゃ賃貸のお客さんが来て会社作りたいくて許可取ってあげるっつったら、行政書士部門で手当てするとか、じゃあ、なんか借地権の問題が出たら、じゃ借地権の契約しっかり作ってあげるとか。で、なんか相続の案件が出たって言えば、大家さんが相続が起き、例えばですね、起きたって言ったら相続の分野、ことは行政書士でやってあげるとか、隣接じゃないですか、割と。例えばですけど、宅建業と行政書士業務とか。で、そういうリンクする部分がある業務をご自分がやってるんであれば、それは別に副業とかなんとか、そんなに神経質に考えなくて、さっきの私の理屈じゃないけど、ワンストップでお客さんのニーズを拾ってあげて、自分の行政書士事務所で手当てできることはやってあげるって、そう思えばいいのかなと思うんですね。で、まあ、だからそれは関連って、行政書士の業務って広いから、多分どんな事業でも関連は出てくるとは思うんです。で、もう一つ、そのサラリーマンやりながら行政書士っていうのは、これはちょっと私も経験がないんで、わかんないんですけど、まあ、だから、今言ったように、さっきの宅建業の例で自営業者の場合話したけど、例えば宅建会社に勤めてる人が、行政書士業務を自営で副業でやるって言ったら、そういうお客さんのニーズを掴んで、自分とこでやっちゃうってあげることが、会社で文句が出なければいいんじゃないんですかっていうことですかね。まあ、その辺がちょっと会社のルールとか中の兼ね合いが、まあ、営業は自由だからっていうのはそうなんだけど、まあそこかなと思いますけどね。そうですね。あとはでも、あれですよね、今までやっぱり役所が会長してる日じゃないとなかなかこう手続きができなかったところがオンラインになって24時間対応ってことになると、まあそういったちょっと副業の可能性っていうのも出てきたりとか、まあ全部の業務を1から10まで自分でやらなくても分業化してやるとかっていうのも考えらまあ、れるとそう思いでますすね。だね。から仲間の先生と連携するとかね、そういうふうにしてやるのも一つかもしれませんね。で、まあ、お客様はやっぱり自分が相談したい時に連絡が取れないとか、そういうんだとちょっと嫌がるし、信頼関係を失うこともあるんで、そのさらに、まあ、自営業者の場合だったら比較的こう自由に時間調整できると思いますけど、サラリーマンの場合だと、例えば昼間連絡、就業中に連絡が電話出れるかとかね、まあメールで足りるならそれでももちろんいいですけど、それはちょっと工夫が必要なのかなっていう
感じは受けます。ありがとうございます。じゃあちょっと最後のご質問になるんですけれども、国とか地方のですね、行政手続き、これは行政書士がやって、で、それで実際の結果をフィードバックする、こういった行政に対してですね、フィードバックしていくっていうのが行政書士会が担っていくっていうのは、非常にこう重要な役割だと思いますという前提で、地方の各単位会ですね、各単位会としてデジタルガバメントの対応、これ、どんなことに取り組んでいったらいいでしょうかというご質問がございますが。まあ、一つはやっぱり各都道府県でですね、デジタル化が進んでるんですね。ですから、先ほど申し上げたように、一つはね、やっぱり行政手続きで行政書士は、業としてできるわけだから、代理人としての位置づけを明確にしていきたい。で、これは国の法和連合会がいろいろ今働きかけてますけど、地方自治体はですね、単位会が働きかけてもらいたいんですね。で、それぞれの自治体ごとに書類もありますから、もっと言ったらですね、デジタル化はちょっと先になっても、今書類ベースで申請書類があるわけだから、そこに行政書士の代理人欄を今、もうすぐ、もう私はもうすぐやると。もう早くやらなきゃダメだって言ってるんですけど、今から働きかけてもらって、書類ベースの段階で代理人欄ができれば、デジタル化になった時は、その様式がやはりベースに検討されるんですよ。で、デジタル化、そこが難しければ、デジタル化になるのを睨んで、代理申請の、ラインをちゃんと作ってもらうような、地方自治体で作ってもらう、そういう働きかけをしてもらいたいなと。で、これがですね、地方が47極端に言えば都道府県が全部行政書士がその地方自治体で代理人のラインができたってなった、これ国も動かされなくなってくるんですよね。ですから、そういう事実上ですね、どん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 やっぱり私たち地域ネットワーク盤石ですから、もうそれが他企業に比べてのもう差別化、特徴で強みですから、それを生かして各自治体が、大会がですね、そういう運動で、デジタル化の、あとは役所もデジタル推進をそれぞれの県庁内になんだりしますから、そういうところ、市区町村もそうだけど、そういうところに行政書士どんどん送り込んでもらってですね、一緒に、開発していくと、こんなことをしてもらったらいいかなと思います。ありがとうございます。さあ、それではお時間になりましたので、常住会長になってですね、行政書士連合会のですね、もう本当に何でしょうね、省庁との連携であるとかですね、そういったところも動きもかなりこう加速して、で、我々としてもですね、意見もすごく入れやすい状況ができていると思いますし、これから会に入られるですね、登録される皆様であったりとか、まだ業歴がそれほど立てないという方もですね、もうこのもうデジタル化の改革のチャンスというか、そういったところをですね、一緒に掴んでいけたらいいかななんていうふうに思いますので、本日はですね、お忙しいところ、本当に常住会長、ありがとうございました。ありがとうございます。